まずダブルにしました。ここまではいいよね。ここもいいね。くぐりました。一回結びます。でここで締め込まないで輪っかの中にルアーを通します。はい、通りましたね。この状態で、まあ、軽くちょっと締めたら、この状態で余った方の糸を締め込んでいく。キュ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 と、これで完成です。これで両方ピュッと引っ張って、最後メインラインだけでキュッと引っ張れば、もうこれで絶対に抜けないという。でここの中が、内側がダブル、結節もダブル、全てがダブルで結んであるんで、シングルのノットよりは当然強い。ここがダブルですからね、2本入ってますからっていう、こういうことですね。で余ったのを普通にカットすればこれで出来上がりと。